超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようチーム日本と共にこの日本を変える主役はあなたです チーム日本キャプテンの田中康夫が多彩なゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなた「チーム日本プレゼンツ日本最高こんばんは」キャプテン田中康夫です今夜も土曜日夜10時から皆さんと一緒にですね日本をより良くするために まあえー、立て直すべきは立て直すそして光を当てるべきは当てるという日本最高へのシーズンでございますが日本の借金時計今も着々といったら変な話でございますが増えておりまして1時間に66億円1週間で1兆2000億円近いわけでございますから。 オクシショョンンンと呼ばれるマンションこれ満州ですね1万2,000個作ってるのと同じような状況という借金がいい悪いではございません財源財源と言いますけどもこの財源も満州1兆2,000億円借金することが6,000億円にとどめるべきなのか今はこういう時代だから逆にですねより良い新しい産業や雇用を創出するために2兆円借金するべきなのかということでの財源論でなきゃいけないのにいつの間にか霞が関の手のひらの上に乗っかっちゃっています。 ね今日はですね社会民主党の辻本清美さんにお越しをいただきましたよろしくお願いをいたしますんんまさに辻本さんはですねこうしたその霞ヶ関や長田町の手のひらの中の言葉を聞くと何かそれを所与の条件と思って動いてきたような今までの政治これは与野党問わずたくさんいらっしゃったと思うんですねえそうした形とは違うですね私は良い意味でつやもありますしですね <laughs> いやつやがあるって大事なことよ <laughs> 何ツヤて政治家いやいやだからそのハンサム だとか今はイケメンだとかね、うん、元アナウンサーだとかそんなレベルの話してるけどやはりその色気っていう言葉を超えて、うん、あやっぱりこの人の言うことは期待できるわ信じられるわって1票入れようかっていうそういう艶がある政治家というのがなかなか若い人たちは純粋まっすぐお勉強くんなんで少なくなってきましたけどそうないろいろ揉まれたしね政治の。 泥まみれにもなったし。なるほど。しかし人間はやっぱりそういうやっぱりあれですよ。一回かがんだことがあったりですね。そういう人の方がう。まあ泥まみれの時にね,ね助けに来てくれたのをね一生、うん、に来てるわけ。もうやしーが。いやいや昔私が山国で知事やってた時にね。そうそうそう。あの。 平成の安木代だっつったんですよね<う>あの安みだからあれは辞職前だったの辞職があって、うん、その後やっぱりどうやってこれからね生きていけばいいかなとかってすごい思い悩んだわけ、うんね、でそれでほら参議院選挙に立候補して、ねはい、みんなが反対したんだけど私はもう一度やってみたいということで、うん、その時に唯一応援に来てくれた。 やっぱりね一緒に車に乗ってでも私はあの時やっぱりね私がマイク持たせていただいてカモシカやッしーが応援に来ました辻元清美ですわって言うんだけど、うん、僕はやっぱさっき「つや」って言ったけどうまいんですよ入り方が。芸人さんがとかっていうんじゃなくて <laughs> ふとその僕が疲れてるとかじゃなくて言葉を継ぐ時の瞬間にちゃんと取って持っていくんだよね。うん、でもそれが嫌味に聞こえない すごだからそこがやっぱり辻元清美という人をその党派性とかイデオロギーとかそんなしちゃがめちゃかな表の言葉を超えて、うん、おじちゃんおばちゃんだけでなくですね極論すればその与野党の中にファンがいるってのもそこじゃないですか。いや本当ねねあの時に、ねうん、だから 本当にに応援に来ててくれて現職のの知事だったのにそれで私なんかもうねいろいろみんなにバッシングもされたしいろんなこと言われてる時にほんであの大雨の時にさ大阪の堺で演説してさそれ,でそれがもう土砂降りでさべちょべちょなってんのに傘もささずに応援してくれてまあ,あの時私落選したんだけどねでもまああれは本当に最後ま,あまさに党派制や組織のような票の変な動きがなければ。 勝てたんだけどね。うん、まあ、72万票いただいてすごいじゃないですか、うん。でね。私やっぱりね。あの時にまあ、その後衆議院選挙で復帰させてもらうんだけれども、はい、まあ日本をどうしていきたいか。っていうのは、私はあの辺が原点やね。やっぱりね。うん、多くの人たちの思いを私たちの仕事って託されるわけやんか。うんうん、そうするとその多くの思いを託されて、そして。 あのビジョンを作っていくことが仕事だというように私はやっぱりこ政治っっててなだろうっていうういのを学び直したような気がしたたよ気がわけ、うんうん、それで、まあ、さっきねあの借金の話してはったでしょ、うんはい、であの、まあ、今まで小泉さんやら竹中さんがやってきたじゃない、うん、いろんなことを。うんうん、でアメリカでもそれがおかしいっていうような話にまあなって、はい、まあオバマ新大統領に対して私 そんなに期待してないのね、うん、いろいろ彼自身やっぱりアメリカだから、うん、<laughs> で あの日米関係に対してもこれからどん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 ねヒラリー・クリントンさんがニコニコ笑いながら手振ってきたけれどもいろんなことを要求突きつけてくるなと思ってえどういうようにこれから付き合っていくのかなって思ってるから安易に麻生さんがまあ自分の支持率を上げたいのかなんか知らんけれどもあの行ったっていうことには批判的なわけそんな安易に行ってねペコペコペコなんでこっちからアメリカ行かんなんねんって思ってるわけ。ただなんていうのかな あのー、最近小泉さんなんかがまたなんかテレビなんかにちょ,ちょろちょろ出たりしてるけれどもまあ小泉さんは単にほらね田中真紀子さんが「鬼人変人」って言われた時には喜んでたのに「<laughs> 鬼人変人じゃない俺は」ってけどそうですよだって。 ねえそれこそ横須賀会小泉組の4代目の襲名披露を息子にしたんだからそれこそ文人あ凡人愚人に決まってるってことまあそれだけの話ですけど、うん、それでなんかね、うん、まだやっぱりあのじゃあ小泉時代のことをどういうように考えるのかというようなことが正解ではさ、うん、なんか特に。 自民党の若手なんかは小泉任期という幻想が怖いのかなんか知らんけれども、うん、ちゃんと真正面から向き合おうとしてないじゃない。はい、でやっぱりそこのところを今度まあ間もなく選挙あるけれども、はい、きちんとどういうように、まあ、政権交代政権交代言うてるだけじゃなくってじゃあ交代するんやったら中身をどうしたいかっていうことをね、うん、やっぱりみんなが言わなくちゃいけないと思うけ、うん、で私はあの最近ヒューマンニューディールって言うてんねんな<ー> <laughs> ヒューマンニューディール。<laughs> 要するに 人がハッピーになる人が幸せになるような仕事をたくさん作って、うん、そしてそこにちゃんとお金ももう使おうと、うん、そしてあのまあ福祉から就労へ、うん、福祉から雇用へ、はい、どんな人もちゃんと働いて、うん、税金を納められる社会にしていくと、うんうん、そして財政も立て直していくっていうね。うん だから、まあ、よく言われるけど農業とかね介護って言われるけれども、うん、教育とかやっぱりそういうヒューマンなことに、うん、あの仕事作りと税金をかけていこうっていうふうに変えていきたいと思うのね。うんうん、であの今チャンスやと思ってるんですよ危機っていうけど。 そうなのよ、うん、あの私が赴任した山,山国も財政ひどすぎたからできたとこあるわけ、うんうん、ただ今先ほど辻本さんがおっしゃったことで大事なのは日本はどうも形だけこだわるけれども大事なのは中身なわけでね改革派って改革を止めないってことけど 最下の改改以来改革はずっっとやってんだ人間考える足だから昨日よりはより良くなりたいと思ってやったことがどうも違ったなと思ったらそれをより良く直すのが改革なのに今までの規定方針法律ってねそうするとじゃあ改革派っていうのは実は売国派だったのかって売国派ってもし名前を変えたらみんな「ええ」って言っちゃうどうもその言葉で二元論みたいになっちゃう中で先ほどのその「ヒューマンニューディール」。 私も緑のニューディールって当時言ったんですよ。うん、ったらみんなアホかいなって言われたのにアメリカでグリーンニューディールって言ったら日本版グリーンニューディールとか言ってて。うん、急にね。変だね。だって長野でやってたのがさあのほらガードレールを木製にしようとかさまさしくそれを仕事作りしていこうっていうことでしょ。うんううん、で私はあの人を大事にすることで産業を起こすっていう。うんうんはい そうするとす、ね、あの言ってみれば GDP が伸びる言ったら変やけど、うん、でみんなが税金を納められるようになる、うん、であの私はあの、まあ、議員の仕事っていうのは2つあると思ってて、はいうん、1>, 1つは一人も路頭に迷う人を出さないのはね、うん、大事な仕事と思うわけ、はい、うで,、ね、でもう一つは絶対戦争したあかんっていう。うん この2つだと思うわけでところが今多くの若い人たちとかなかなか食べていけないような状態になってるとでこれをネガティブに悲観的に考えるんじゃなくって本当の意味での日本の構造改革今までみたいなやり方でもとにかく安かろう早かろうじゃないけどそれをもう輸出に頼ってでアメリカの過剰消費に頼ってやね これアメリカのの景気が回回復復ししたら日本も回復するなんていいううおかしいと思うわけだってそれはアメリカにもっと過剰消費させてさ、うん、あのローン付けのアメリカを牽引にして、うん、あの日本も浮上しようなんていうのおかしいと思うわけまさに自動車の場合がねローンを組んで自動車産業が作るだけじゃなくてローンでも利益を上げたのが両方止まっちゃったから今大変だっつってるだからアメリカにもねもう過剰消費やめなはれとはっきり言ったらあのこれちょっと語弊があるんだけど。うん うん、貧乏でも楽しくやれる社会にしようと言ったらええやねんけどね、うん、だからそこそこでね私はそこそこぼちぼち経済って言っててああだからよくほら関西の人がどうでっかってぼちぼちやなっていうそ<う>でもそれ大事だよね。うんうんで にに足ががついいてて、うん、身の丈っった、うん、バブルじゃなそ、うん、そこそこぼちぼちちやっていける、うん、で私質素でいいと思うわけ環境のことを考えても、うんはい、でも政治家っていうのは貧乏になろうとか質素になろうとか言うと票が減るでとかって <laughs> <laughs> 言われるんだけどみんなとにかく GDP を伸ばしてっていう話ばっかりするやん豊かになろう、うん、でもそそこそこぼちぼち であの前参議院選挙でね一番私がしんどい時に応援に来てもらった時のキャッチコピーがさ「うん、あのピースでエコでフェアでフェミ、うん、そんな社会がええやんか」っていうのが私のキャッチコピーなわけね。うんうん でもうそのフェアでエコっていうのは、ねうんね、フ,ェフェアって大事なことでそ<う>その公正だってことでね、うん、ちゃんとみんなにチャンスがあるし、うん、みんなが努力する人が報われるってこともね。フェミっていうのは男女平等、うん、それとそれからエコね、うん、でそうするとやっぱりぼちぼちそこそこ生きていくと、うんうん、でよくあの国会で産業政策とかね経済政策を言うと国際競争力っていうじゃない。うんうん これまたなんかその言葉に構造改革と同じで騙されちゃってんだね。で国際競争力っていう二色の御旗を掲げれば何でも OK みたいな、うん、でそれでどんどん若い労働者を切り捨てたりとかしてきたわけでしょう、うんうん、で私はあ,のあれおかしいと思うわけね何競争力ってっていう。で経済っていうのは本来はその形成催眠じゃないけど、うん、お互いによくなろうっていうねでウィンウィンの関係やと思うわけよ。うん 中国出し抜いて日本と競争するとかじゃなくって中国も韓国もさっきまで私モンゴルの教育大臣とさっきまで会ってたんだけどモンゴルとか日本とかやっぱり地域でお互いにウィンウィンでそしてハッピーになるような仕事をお互いに作り合う譲り合う。 ってていいうようよに変えていかまああの僕はそれだから日本はね極東ってファーイーストって言ってるけど、うん、いやそうじゃなくてアジアの交差点アメリカの交差点オセアニアの交差点の実は真ん中にあるんですよ,よだから沖縄にを作ろうとするわけだか,だからって言って日本がおる必要もないし。うん 下り下る必要もないし、実はあのご覧になっている方の中にはあのご存知の方も多いと思いますけど、民主党の代表の小沢一郎という人はですね、はい、辻元清美という人を大変に高く評価してるんですよ。でそれはえー、ほんまかいなっていう人が <laughs> いやつまり何総選挙で勝つためにとりあえず今のところ誰とでも言ってんじゃないのってけどそうじゃないんですね。やはりあの小沢一郎という人はやっぱりまがいものなのかまがいものでないのか。 という点あるいはそのさっき言ったように形じゃなくて中身とか在り方をきちんと言える人なのかってことを見ていて彼はね<の>ちょっと怖いとこもあるけどね見抜く力みたいなの割とねあのドキッとすることがあって私が1年生で入ってきて小さな社民党だったわけ、はいはい、当時は15人だった衆議院ね。それで あの私の選挙区は激戦区で自公が強いところだったっけど民主党の候補者もいたの,あの現職がそこに私が新人で割って入ってあのほら「丸とか「二重丸」とか「三角」って予想あるやんかで私無印だったわけね誰もそんなさ民主党もいるしで共産党もあり方取るしで自公はがっちりだし。 だその時にですね私はまあだから無印良品って言っててそしたらその時に1年生の時よ<い>小沢一郎さんは当時新進党やったかな<ー>自由党やったかな<ー>私のところに来て「あんたは選挙に活動って言ったのよ<ー>。って言ってくれたわけ<ー>。でその当時小選挙区で「あんたは勝てる」って言ってくれたのは小沢さんしかいなかったわけ<ー>。うん で私2000年のその後の選挙で731票差で自公と競り合って組織も何もなかったんだけど小選挙区で勝ったのよ沢さんだけ1年生の時、うんうん、全然私そうな話もしたことないやん、うんうん、とことこっと来て「あんたは選挙に勝てる」って言うて「頑張れ」ってう。でスーッとどっか行っちゃった。 うん不思議な人 <laughs> いやあの沢一郎という人がこの間ヒラリー・クリントン国務長官と会った時の、ね、ほとんどのメディアは伝えてないんだけども彼はその,あの「アメリカと日本の関係は大事なんだと」とでもだからといって一方が一方に従属するようなのは大事な関係や良い関係じゃないんだってことを言ってるんですよね。ですからやははり日本はアメリカの 次の大統領はどう思ってるのかなっていうけどいや日本はどう何をするのか何をすべきかあるいはこれはしないのかってことを言った上でとことん話してどうするのかが国際政治だってから言っててねだから中国に関しても市場経済を入れたけれどもその計画経済の共産主義というのと相入れないかもしれないと。でもも市場経済も 行き過ぎた新自由主義は計画経済と同じ失敗になっちゃうんでねその中国を日本とアメリカが一緒にどうソフトランディングするかが大事だって言ってるんですよね。ただヒラリー女子がいいやすすごい洞察力ですねって言ってるのにほとんどのメディア言ってなくて日本の例えば首相とかは中国が国際社会で建設的な役割を果たすよう期待することで一致したって言ってんだけどこれってほとんど官僚答弁で何も子ども。 子も学級会でも言内容ですよ、ね、だからすごくね空虚なわけ政治が、うん、中身が詰まってないわけ、うん、何をしたいかっていう、うん、その枠組みをうろ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 してる気がするのねで,すねであの私すごく今の、まあ、総政権がふらふらしてるから、うん、日米の関係でねヒラリーさんが一番に来たとか、うん、それからオバマ大統領が初めて迎える、うん、外国の首脳大ってなんかね 日米重視みたいなこと言ってるけどすごく無邪気だと思うわけ、うん、あんな足元見られてるわけや <laughs> 今フラフラやから、うん、このうち取るもん取っとけ言うたらんやけどアメリカの側した、うん、たから喜んでるっすよ、ね、でしたたょ、うん、で経済的にも日本にもっと出さそうと思ってるわけででそれなんか喜んで乗っていったりしてるからねで今の小沢さんの話に戻れば、うん、やっぱりあの小沢さんも変わってきたと思うわけよ。うん 自民党の、ねうん、でやっぱりだいぶ苦労もされて、うん、やっぱり中身が大事だというような発想に変わってきてはるなという感じはしますよね、うん、で,ねであのもう一つ私さっきぼちぼちって言ったけど、うん、あの日本が経済大国だとか、うん、世界第二の経済国だっていう考えを捨てなあかんと思うわけ。なな、うん、なんんででで大国国やいいとあかんのっていう,うで、ね、別に小もも そこで住んでる人たちや周りの人たちと仲良く、うん、ハッピーだったらいいわけやね、うん、ところが何か今の政治は大国意識に縛られてるで、ね、でみんななんか肩肘張んなきゃと思っててね自殺者が3万人近くも毎年いるっていうのは。 幸せじゃないってことだもんね。うん。うん、だから、あの、ほら、神は細部に宿るって、いつも田中さんおっしゃってるでしょ。うん、はい。まあ、まさにディテールの部分にね。うん、そ,うそう。だから、すごくね、ディテールの積み重ねで、政治の中身を具体的にやっていく。うんうん、あの、例えば、もうすごく変な話だけどさ。うん、エコって言うやんか。はい、で、ヒューマンって私言ったでしょ。はいうん、だ両方合体するので、今、学校の耐震補強と。はい それから、学校を太陽光にしようっていう話があるじゃない。で、はい、うん、これは早急に進めるべきだと思うわけ。なぜかというと、学校太陽光に日本はすべてのね、うんうん、公立の小中学校を。太陽光にしましたって世界にすごい発信。そう、それは大変なね、のそのソフトパワーで、でしそして雇用が生まれて。循環、だ、木星がどれもそうだったんですよ。それでね、それで耐震とくっつけると、小学校中学校って歩いていける範囲じゃない。うんそ,うね、そうすると、そこに避難所になる。 ですから、何かいざ震災が起こった時に、太陽光で発言できて、強い避難所になる。うん、でそういうことが、具体的にいくつも提案されて、実現していくのが政治であって、エコエコとか言ってるだけなの。うん、だから、変えよ,う,よう。だから、さっき言ったように、抽象的なのだだだ。役人が常に書いてるだけの文章でしょ。うん、先ほど辻本さんがおっしゃった、そのヒューマン・ニューディール。だって 僕はずっっと言ってるんですよ福祉医療教育環境ってのは人が人のお世話をして初めて成り立つんだから、うん、それこそ21世紀の雇用だよ、うん、おじちゃんおばちゃんがそう思ってることを思ってるだけで夢頭で終わらせないでそれを実現する知頭、うん、知恵頭と逆に言えばそのしなやかな力。 まあその意味で言うとその辻本清美という人をですねあの表層的なイデオロギーとか党派性で考える人はなぜ小沢一郎が評価をしてるのかっていうのが多分分からないかもしれない。でもそこにこそですねおそらく今までの形とか言葉とか。 えー、そういうものにだけこだわっていた霞が関永田町とは違うものをですね作ろうとしてる人の間で評価をされているということがあるのかなって思いますけどもね。なんか今日は褒めてくれるな。ないですよ。<laughs> 私はだってだと平成の靖夫コンビを組もうって言ったんですから。靖夫をちょっとまた復活させてやらなきゃ。もう本当に私も関西大好きですからですね。ちょっとあの選挙区に呼んでくださいよ。私喜んでいきますから。本当にまあてくれたよね。はいということでですね今日はまさに日本最高映像 のシーズ本当のシーズンを作っていけるですね辻元清美さんにご登場をいただきましたそれではまた来週ジャーナリスト有田芳生がその鋭い視線で洞察力で日本の負を徹底リポート明日の日本へ向け問題を探り再考する2008年の4月1日から始まった「 お年寄りに冷たい後期高齢者医療制度。その後、一体何が起きているのか。神奈川県の藤沢市にある。藤沢診療所で取材をします。後期高齢者なんていうおかしな制度ができてしまって。<ー>で、ね、生活はどう変わりました。いや、生活は。別に変わりませんけれども。<え>あの、お金がいっぱい取られた。 だいたいいくらぐらい上がりました。えっとね、二三万ですね。うんえー、もう調べる調べるほどね、うん、もうとんでもないというふうに私は思いますね。で、私が60代の時はともかく10年経てば、うん、ね、ゴールドプランで、うん、<laughs> すごく老後は良くなるんだっていうことで楽しみにしてたんですよね。うん、それがもう1年1点悪くなりますでしょ。うん、と自分の体も思うようにならない。うん そういうい点では本当に政治はなんとかしてほしいなと思いますよねあの4月から天引きになりましたでしょ少なくなりましたねびっくりしましたよあそうさんが金をばらまくんだったらそんなお金をねどこか他に回してほしいと思います、うん、2008年の4月1日から始まったお年寄りに冷たい後期高齢者医療制度その現状がどうなっているのか 藤沢診療所の野本所長に伺います。じゃよろしくお願いします。はい、らら一体4月1日から始まった後期高齢者医療制度、はい、どうなってるんでしょうか今。えっと皆さんが不安に思っていることがたくさんあるんですね。えー、まあ将来的なその1割で済むかという根本の問題なんですけれども。はいはい 保険料が上がっていく年金暮らしもどちらかといえば削り取られていくという時代ですからまあ自分の子供面倒見てもらっている子供も今のこの不況で首切りの時代だと当てにならないとかで年金を多くもらっている方もあのその子供のために年金を使うような時代に入ってきてますのでやっぱりお年寄りの方にとってみれば。 その安心感とといいうのが全くないと、えー、大体が国の支出は減って、えー、地方自治体の公共の部分は増えると、えー、現役の部分も大幅に増えるという、えー、そういう計算で組み立てられた制度ですですですから若い世代の保険料の負担というのは今回の後期高齢者医療制度に隠れてた問題、うん、これが今どんどん表面化し始めてるということで。 医療の,この制度の根幹に関わる、うん、つまり保険料が支払えない事態がなってきますと保険制度が崩れてしまう、えーえー、お年寄りたちの具体的な声はどんなものがあるんでしょうかあのまず3割負担の方が大変だと言ってますね。ということはありまして、うんえー、2>, 2箇所3箇所かかって3割負担。 お金持ちなら3割ぐらいという金持ちの方はよく言いますけれども、えー、実は年金の,その支払う対象が若干、うん、線をちょっと上げただけで急に3割になったもんですから、えー、そのゆとりあるる年金生活をやってい方達ではなほんのごく少数の人が本当の金持ちでして、えー、圧倒的なところが違うんですね。 ですから3割負担の方はもうすぐ悲鳴を上げておりましたね1割負担の方もやはり複数かかっているところと年金の低い方はとても皆さん厳しいようでしてあまりお金のことは言わないんですけども時々出ますのが糖尿病でかかっているんですけど今ちょっとないのでってしばらく2ヶ月来ないとちょっとあんまりゆとりがないんでという方もやっぱりいますしですから。 やはり私たちにその懐の具合はあんまり明かさないですからね中断という形でう、えー、出てくるということになりますね糖尿病の方が二ヶ月来ないと体はどうなりますあの程度問題ですので必ず飲まない分は悪化しますけれども、えー、重症な方がそういうことになりますととても危ない事態になりますねですから重症な方ほど今度逆に言うと医療費が 重ねていますので、えー、なおのことを中断にしやすいということでうん、うん、この窓口負担が割合は定率であってもその収入によっては非常に効率な負担という感じる層がかなりあるということで重症の慢性疾患についてはやはり特別なななな負担割上は考えてあげいいいといけないんじゃそのお年寄りたちの中患者さんの中から具体的に何,何か言葉みたいなもの 印象的なものはありますでしょうかいやあの一番困ってるというのはその1割負担だけども将来どうなるんだと、うん、非常にこう不安感を持ってますね。うんうん、墓場に行く最後のところを特別枠で囲まれちゃったもんですから、うんうん、どういう仕打ちが来るか、うん、分かんないでしょう。うんうん、従来あの制度改革の度にいい面よりも悪い面が多い改革は続いてますので。うんうん まあその辺の不安が一番大きいかなと思いますね2008年の4月1日から始まった後期高齢者医療制度75歳以上のお年寄りたちが大変な思いをしているという現実が分かりました同時にこの制度がある限り現役世代にも重い負担を与えているということさらには高齢者の方々にとっても果たして1割負担でこれからも済むのかという大きな不安を広げております 今こそ政治が変わらななければなりません日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになりますチーム日本と共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの1票で日本が変わる。